なんかトマチュン疲れ切ってるな。でもごめん、その姿でスイッチオフにするのやめれる？中の人なんていないよ。中の人なんていないんだけど、なんか中の何かが見えてるよね。なんかいい感じになってんだけど。イチャイチャすんな、仕事中に。普通の一人歩きだ。文字通り。文字通り一人歩きだ。トイレのマークあんのに、トイレないもん、これ。これ消火栓のここにかけろってこと？犬しか無理ね、これね。あ、よいしょ。え、取るの？取っちゃダメ！取っ！フォルスモール。今回こちらのゲームで遊んでいきます。ショッピングモールを舞台にした8番出口ライクのゲームとなっております。でですね、以前に、偽夢というね、同じく8番出口ライクのゲームを実況したことがあるんですけれども、ファービーみたいなキューちゃん出てくるやつね。可愛かったね、キューちゃんね。うん。その作者さんと同じ作者の方が、あ？日本語おかしい。異変です。その作者さんが、作っているゲームですね。はい。偽夢めちゃめちゃ面白かったんでね、今回一体どんな異変が出てくるのか楽しみにしております。ということでやっていきましょう。はじめからスタート。よいしょ。あ、どういう視点？よっこいしょ。座ってたんだ。なんで？直床？大丈夫？立ちくらみかなんかか？お。避難経路。はいはい。現在地、階段、エレベーター、まあ、男女、トイレあって、エスカレーターあって、非常口と。うん。このルートで行きますよっていうことですかね。オッケー。任されろ。うわ。めちゃめちゃ8番出口じゃん。めちゃめちゃ8番出口感のあるコーナー。おじさん歩いてきそうだな。うわ、角怖っ。なんかありそう。ふっ。お、オープンザドア。まださすがに何もないか。ほっ。で、こっからスタートってことかな。ショッピングモール内。よし、ちょっと、見ていきましょう。まずこの異変起きてない、デフォルトの状態をね、覚えていきましょう。禁煙、火器、厳禁、危険物品、持ち込み、厳禁。これめっちゃ変わりそう。すごい異変が起きそうなデザインしてる。等間隔に3つ。で、避難通路。はい。これ天井とかもね、見といた方がいいから。蛍光灯。これもう縦になってるとかなりそうだな、こうやって。今、こうやってって手でやってるから全然伝わんないと思うけど、こうやってね、こう。張り紙シリーズ。うん、オッケー、見ていこう。これもね、よく変わるから、8番出口ライクのゲームは。なんもない、ハピアモール、セラ。っていうショッピングモールなんですかね。本当にありそうだな。キッズイベント開催。バルーンフェスタ、ロング滑り台。おー。すごいな。大掛かりなイベントね、結構ね。アルバイト体験。キッザニア的なね。で、ビンゴ大会もありますよ、と。いいね、いいね。ん？気になるポスター。ハピアモールセラに、セラ市公式キャラクター、トマチュンがやってくる。トマチュンイズカミング。僕と友達になってよ。Be my friend。とってつけたような英語。なんか、カッパみたいね。うん。カッパみたいなデザインしてる。記念撮影&握手会開催。握手いける？この手で。むずそうだぞ。手食われそうだもん、パクって。食中花みたいな手してるね。これ本当にいるキャラなのかな？セラシ公式キャラクターなんかありそう。あんま余計なこと言いづらいな。ちょっと本当にいたら、ね、問題になるから。かわいい。牛かわいい。この太めの眉毛がかわいいですね。口もなんかモニモニってしてて。かわいい。よし。店舗スタッフ大募集。うん。守りたいのは、みんなの笑顔。消防団員募集。うん。防災グッズ、備えていますか？大事ね。ロフトみたいなデザインだね、これ色がね。おしゃれでいいですね。里山を守ろう。うん。大事ね。オッケー。ざっくり覚えた。ほんで、ぐるーっと。おー。リアルー。ショッピングモールの階段周りってほんとこんな感じよね。わー、めちゃめちゃリアルじゃん。てか、うっすら聞こえてる館内放送もめっちゃショッピングモール。セラ市花火大会、いいね。綺麗。セラ、セセラニオーケストラ、定期演奏会。これ本当にあるんじゃないか、これ。この人も。この、本当にいる人かな、この人。フリー素材のおじいさんにも見えるけど、まあ、これもあんま余計なこと言えんわ。本当にいたらちょっとあれだもんね。ちょっとあれだもんね。生きている画廊からの脱出。おもろそう。これリアル脱出イベント的なね。こういうのもやってんだ。いいね。で、階段と。うわー、もうリアルすぎてゲームってこと忘れるわ、これ。あれ、風船。これ子供泣くやつよ。てか、取ってやれよ、誰か。これぐらいの高さなら。大人ならひょいってやれば取れただろう。かわいそう。今頃子供泣きながらどっか歩いてるぞ。
お母さん、風船なくしちゃった。何やってんのって。これ取ってあげなよ、かわいそうに。ショッピングモールのさ、こういう階段周りってちょっと怖いよね。わかる？なんか不気味な雰囲気ない？こう、ね、わかる？ね、ね、よし、行きましょう。あ、トマチュン？トマチュン、チーン！何、びっくりした。うわ、これもギミックか？この中に何か人がいるとかそういう異変も起きるのかな？いや、そんなことよりトマチュン。なんかトマチュン疲れ切ってるな。でもごめん、その姿でスイッチオフにするのやめれる？どっか裏の方で、ね。で、なんか見えてるな、首の隙間から。中の人なんていないよ、中の人なんていないんだけど、なんか中の何かが見えてるよね。この辺のたわみとかもね、この、なんかちょっと、ね、贅肉かな？トマチュン太ったんかな、ちょっとな。なんかちょっとこう、生地というか、うん。なんか、あるね。余りがね。怖っ。これなんか、トマチュン襲ってくる異変とかめっちゃありそうじゃない？絶対動くだろ、お前。絶対動くよな。まあ、行きます。セール。はい、あるね。スーツね。うん。そうだ。旅に出よう。これもあるな。リアルだな。はい。みんなの暮らしをハッピーに。ハッピーアモール。うん。わ、すごっ、これ。カメラでちゃんと撮ってる時のモニターの、なんていうの？この、みたいなのも再現されてる。すごいね。天井もざっくり見ておいて、エスカレーターはいけませんと。この上になんかいるとかもね、ありそうだけどね。で、トイレ、清掃中、清掃中。消火栓あります。あ、館内放送。ハピアモールセラ。すげえ。うわ、ショッピングモールの再現度高すぎるって。夏のお客様還元セール。保険。うん、全部リアル。マジであるもん。で、コインロッカー。ガチャガチャね。あるある、こういうのね。あ？トマチュンの、トマチュンのソフビー、めちゃめちゃ噛んだ。ソフビーフィギュアが売ってる。トマチュン結構大人気キャラなんだね。それでもハピアモールセラとズブズブの関係なのかな、結構癒着の。これも変なやつ混ざってるとかありそうですね。まあ、OK。ざっくり覚えた。はい。で、まあ、ここにも、メガネね。メガネもあんだよな。ショッピングモールな。で、何もない、怖い、なんか暗めのスペース。トイレとかあんのかな？向こうに。いや、トイレはここか。はい、OK、覚えました。で、非常口出て、始まるんかな？で、ここにもあんだ。これも変わりそう。この3つね、なんか等間隔に並んでるやつは大体変化が起きるのよ。異変がね。覚えておきましょう。万引き、スマホ、バイト募集、OK。うん。ここにも変わりそうな3つ。OK、覚えた。行ってみよう。ガチャ。はい。で、なんかルール説明が、あるね、あるね、あるね。すべての異変を撮影すると、非常出口が開きます。はい。異変がない場合は何も撮影せずに非常出口を開けてください。うん、なるほど。9時に非常出口を開けると、屋外に避難できます。はい。で、今が1時と。うん。で、正解すると、1時間ずつ進んでいくっていうのが、だいたいこういう8番出口ライクのゲームはそうなんでね。おそらくそうでしょうと。よし、行くぞ。ギギギギ。これ視線に開くの怖いね。誰が開けてるのかっていう。ふっ。ないね。パッと見ね。もう異変は、この辺りはなさそうだ。うん、ライトも。おっ！びっくりした。異変じゃなかった。なんか真っ黒い何かが見えて、うーって言ったけど、普通にエスカレーターだった。バカ。異変なし。風船は？あるな。人は？いないね。うん。トマチュンもいるね。で、チーンってこう、空のエレベーターが開くっていうのも、はい、変わらない。これ絶対何か来るもん。乗れる！待って、これ乗れるんだけど。これ乗っていいのかな？乗ってみた。すごいリアルに再現されてる。はい。はい。あー、でも、うん、乗れるけどだね。乗れるけど何もないね。何もないけど、めちゃめちゃな再現率の高さ。すごくない？まあ、出ます。トマチュンも、疲れてんな。これ寝てんじゃないか、これも。意識ある？トマチュン。意識ないな、これな。異変は、なんかね、1回目だからド派手なやつ来てほしいけど、なくない？一発目からないなんてことある？でもないんですね。うトマチュン？あ、ミニトマチュかわいい。やっぱお前じゃん、異変。絶対お前の異変あると思った。一発目から。このトマチュも意識があるね。うん。動きがちょっと怖い。質感凝ってるな、フェルト人形みたいな。で、これを、撮影と。はい、トマチュー。
はい。ブル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 が行っちゃった。挙動怖。まあでもこれでオッケーかな。はい。お、進みました。20になったね。オッケー。で、9時まで進んでいこうぜというね。やっぱおもろいな、8番出口ライクのゲームはな。サクサク行くぞ。ほっ。異変なし。風船も異変なし。これも絶対なんかあるよな。これを取ろうとしてるトマチュンが急にここに立ってるとかね。ありそう。絶対驚くもん、こうやって。ふっって。ありそうだな。マジでありそう。ん？こんなんあったっけ？これより先ペットを連れてのご利用はご遠慮ください。はい。え、あったっけこれ。は一応写真の対象ではある。あったっけ？ま、たぶんあったんだろうな。見てないだけで。なんか乗ってる？乗ってないね。トマチュンも？ああ、意識ないね。お疲れ。なんもない、なんもない。怖いな、なんか。今のところ、怖いのは来てないけど、今んとこつってもま、一個なんだけど。うわーみたいな、このホラー系のさ、やつも、ないとは言い切れん、あれ？なんもない、異変が。ないとは言い切れないもんね。え？ああ、めっちゃ異変。めっちゃ異変。やっぱりここ異変が起きた。万引きの目3つ。OK。で、これを。え、これって、ん？ 1 個ずつ ?1 個ずつかな。ああ、動いてる。プルプルプルって黒目が。黒目がプルプルプルって。はい。1個ずつだね。OK、OK。これ3つってこと。開いた。OK。これ開いたら全部撮影したっていうことだから、異変があって、写真撮ったのに開かなかったらまだあるよっていうことだよね。オッケーオッケー。それで判断できるんだ。3時と。おやつの時間よ。さあ行きましょう。これ絶対トマチュン関連の異変めっちゃあるだろう。ふっ。異変ないな。うん。ここも絶対なんか起きるけどね。間違いなくね。はっ。うん。パッと見ない。風船は？あるなぁ。もう毎回気にしちゃう。絶対ここなんかあるんだもん。あ、床のやつあるね。これより先のやつ。トマチュン。いるな。ここもこんなんあったっけ？まあまああったか。見てないだけだね。多分ね。さあ来い。これ絶対なんか乗ってるパターンあるから間違いなく。トマチュンかなみたいな。ないね。トマチュンも、心ここにないね。はい。サクサク行こうか。めっちゃ作り変わってる。不思議のダンジョン。階段か？長い。ものすごい長い。どうもと、孝一さんが転がってくる階段のさらに長い。伝わる？なんかあるよね、そういうの。怖っ。こんなこけたらもう終わりよ？これいけんのかなというか。あ、え、いける？待って、これなんか、脳がバグる。上向いてんのか下向いてんのかわかんなくなる。え、なんか、うわ、気持ち悪い。いいや。絶対ゲームオーバーになるもん。で、写真を、ん？撮れない。ここか？ここを撮るんか？はい。立ち入り禁止って、もっと守れ何か頑丈なもので。こんなしょぼい看板だけで、危ない、転がり落ちるぞ、これ子供。ちゃんとしてくれよな。4時。やばい、順調すぎる。これクリアしちゃうかもな。スッと。で、一回は言うんだよ。8番出口ライクのゲームの時、絶対、一回はこのセリフを言う。変わんないね。変わらない。はいはい。あんまりまだ最初の方に来ないね。変化なし。変化あり。変化あり。開いてる。確実に開いてる。なんか、あ、なんかみ、え、なんか揺れ、トーマチューン。トーマチューン。トーマチューン完全にもう、あれだね、偽夢の Q ちゃん枠だね。このゲームのマスコットかわいい。これ写真、あれ撮れない。ここかな？ここを撮ればいいのかな？あれ？あ、ここを撮るの？変なの。なんか、もっとあるじゃん。対象物。こっちとか。絶対こっち撮るべきじゃん。ここなんだ。手すりなんだ。はい。ああ、ちゃんと開いた。トマチュンちゃんと見れる、これで。トマチュン。すごい見てる、トマチュン、こっち。トマチューン。おーい。かわいいね、トマチュンね。ちょっと首の動きが怖いね。はい。こっちのトマチュンも違う意味で怖いね。これで開いてたらもうないということ。開いてる。これないっていうことでいいんだよね。あ、5時だね。これさ、通る前からちょっと見えてるけど、時間。あ、でもいいのか、異変、全部見つけたら開くんだもんね。すいません、なんでもないです。よし、行くぞ。今回は本当にサクサク行けてしまうかもしれません、今のところ。これ何個あんだろうね、異変。偽夢の時も結構あったような印象なんだよな。
今回もめちゃめちゃあるんじゃないだろうか。うん、何もない。ビビってんのにすごい近寄って開くの待っちゃうっていうね。怖いのか怖くないのかどっちなんだいっていう。トイレ清掃中問題ない。上、なんか上もいそうだよな。これさ、トマチュンいるとかない？上。そういうの絶対あるだろ。ここトマチュンになってるとかね。うん、ここからトマチュン飛び出てきてるとかね。もうとりあえずトマチュンいっぱいありそう。はい、何にもない。え？何にもないな。こういう時困るんだよね。ないなーって言ってリセットされるみたいなのが大体のこのゲームのパターンなんです。今まではね、異変が全部出てきてくれたからまだ優しかったけど。いやでもないと思うんだよなー。で、ない時は？このまま行くんだっけ？行ってみるか、一回な。物は試して、失敗した時にどうなってるのかも気になるしね。行ってみましょう。開ける。おい。オッケー、リセット。一時になってる。しっかり一時になってる。ミス。で、なんか出てますね。必ずご確認ください。Please be sure to check。ん？あ、この辺に異変があったっての教えてくれてんの？これ。え、あった？え、めちゃめちゃ、すごい数あんじゃん。出口に。な、え？ありました？そんなの。ちょ、消せぬ。これでももう一回行くと異変は変わっちゃってんだよね。あくまで今はここでしたよ、参考にしましょうね、今後みたいな話だよね、多分ね。ないな、ないな、ないな。いるな。お前もいい加減動けって、絶対なんかあるん、もうお前が動き出したりするとか何かしら君関連のがあるのは間違いないんだから。ないね。ないな。え？またないな。で、さっきはここに異変が3つ。3つって言ったらでももうこれぐらいじゃない？ねえ。でもないないない。もういいや、行ってみよう。ドン。はい。ガチャン、進まない。必ずご確認ください。Please be sure to check。すっごいあったんだね。4つ。めちゃめちゃ、4つあって1個も見つけられないってある。で、また出入り口にあったし、出入り口っていうか出口に。向いてねえな、このゲームな。4つ？マジ？ちょ、凹む。4つあって1個も見つけられないのは凹む、さすがに。ああ、まあ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 、こんなもんよね。ストレートに行けるとはこちらも思っていません。うん。何？あったか？ 4 つも。4つもあったか？ちゃんと見よ。若干もう、流れで乱してるからね。ないないない、はい、ない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 。ないないない。日付が違うとかそういうことはね。ないよね。この中になんか、ウォーリーを探せ的な感じで、トマチュン混ざってますとか、そういうのありそうだろ、でもな。花火がトマチュンになってるとかね。第99回のこの赤い丸がトマチュンになってますとかね。風船ある。うん。また、俺の目にはないように見えるんだ、これ異変が。これトマチュンになってるとかね。うん。はい。はい。異変ないよ。これ、エレベーターの扉、黄色だったっけ？今黄色だったけど。黄色じゃなかったような気もするけど、もう取れないもんね、これね。え、ここも対象なの？ 3 階かどうかってこと？いや、待て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 。そんな異変ないのにブラフで対象としてピントが合うだけの説ある。お！トイレない。これトイレない、おかしいですよ、これ。異変です。トイレのマークあんのに、トイレないもん、これ。どういうこと？これ消火栓のここにかけろってこと？犬しか無理ね、これね。それがこう、スッと入れんのかな、これね。スッと。スッと。嫌がらせだよね、これ。トイレあった、よかった。壁だって。ここでしてくださいって。はい、撮影。ん？撮影禁止？なんで？え、なになになに、なんか異変が起きました。なんで？なんで？こっちも撮るよ。はい。え、撮影禁止。なんで？撮影禁止になっちゃった。何故？なんで？ちょっと怖いな、この展開。なんだ、怒られんの？あ、開いた。え、開いたけど、失敗ってこと？え、ん？なんでですか？今なんで僕は失敗になったんですか？合ってんじゃん。合ってんじゃん、今撮ったじゃんね。え、写真撮った瞬間なんか、失敗みたいな感じになったけど。おい、ルールにねえじゃねえか、そんなの。おい。どうなってんだ、このショッピングモール。あ？まあ、いい。まあまあ、いい、わかんないから。
なんで？トイレはダメ？撮影しちゃ。じゃあどうすればいいんだよ。異変ないってまた。もうやだ、こういうゲームやるとない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 ばっかり言ってさ、編集するときに悲しい気持ちになるんだよ。もうめっちゃ不思議穴じゃん、目って。これないよね、でも、あ、非常口。あ、いない、ここにいる人が。非常口くんが先に逃げてる。おい、職務放棄じゃん。取ります。はい。オッケー。ようやく正解したよ。はい、ここね。なんかさ、そうだよ、びっくりした。今、後ろから足音聞こえてきて、すっごい怖いと思ったら、マークの人、来たね。喋るの下手。びっくりした、今。すっげえ足音して、うわっって思ったら、めっちゃ可愛かったわ、でも。びっくりした。はい、2時になりました。行くぞー。さっさっさっさ、あれなんか余白多くない？んなことないか。ダメだ。もう、変わったように見える、全部。なんかここにあったような気がしちゃう。なかったっけ？なかったか。何でも怪しく思えてくる。これが俗に言う8番出口病ね。早すぎるな、このエスカレーター。どう見ても早すぎるな。飛んでっちゃうよ、これ降りるとき。どんだけ人早く捌きたいんだよ。てか数増やせよ、エスカレーターの。速度上げるんじゃなくて。はい。早すぎます。はい。人間が乗っていい速度じゃない。お、空いてる。オッケー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 。よし、3時まで来たぞと。はい。ないね。はい。ないな、何もな。もう出方がクリアリングだもんね。特殊部隊みたいになってこう、エレベーターは？もう見るよ、毎回。動画のテンポが悪くなろうが、俺はもう見るよ、毎回ここはね。怪しいもん。あと、怖い。何にもないな。ね、なんかいそうだもん、絶対。これ、見えるんだもん、あえて。ね、ガチャガチャ変わってたりはしないかな？いえ、ないな。いや、このないなの時めっちゃ困るのよ。ない、でもないこともあるんだもんね。いや、ないと思うな。今回はないだろう。今回マジでないと思う。マジでないにかける。な、トマちゃん。な。これ何もない時撮ったらどうなるんだろう。なるほどね。関係ないものをパシャって撮ったらもう、その時点で失敗なんだ。じゃあさっきもなんかここじゃなくてこの壁を取らなきゃいけなかったのかな。なるほどね。お前言えよ。お前もお前で今。なあ。お前、ま。もういい。オッケー。ああ？リセットしちゃった？前学びがあったわ。学びが。よし。ガンガンいきます。これ終わんないからこれ。これ、いくらやっても終わんないから。とりあえずまず一回クリアしないと。いない。異常なし。はい、異常なし。ともちゃんいる。あ、でも開くの待つ間にも異変を探す。で、そういう時に限ってなんかいたり、もうないね。はい。あんまり視点を早く動かしすぎるとね、見てる人が酔ってしまう可能性もあるから、できるだけ気を使いたいんだけどね。早く見たくて、なんかあったら怖いから、ついこうスッて動かしてしまいますね。これこんなだったっけ？ん？これ色、あれ？色おかしくない？これ。ねえ、これ色反転してない？これ逆じゃない？白と。白のところが緑で緑のところが白じゃない？そうだよね、これ多分。正解。で、開かないってわけ。開かないってことはまだありますよっていうことです、異変が。こっちこの色だったっけ？これ逆なんじゃない？こっちは白。いや、どうだ？もう一回見ます。番号が変わってるとか、そういう細かいのある？あったら嫌です。あったら嫌です。そんな細かいのあったら嫌です。これマークが実は、どっちも同じになってるとかもないか？ないか？いや、ないよね。困ったな。ないわけないのにないんだよね。いや、マジでない。どうしよう。積んだ。このゲーム積んだ。もう。もう異変ないもん。トトロいたもん。この色か？この色なのかな？なあ。わかりません。教えてください。ヒントを。メガネが未来をクリアにする。異変をクリアにしてくれませんか？じゃ、ここということにする。えい。お、正解だ。え、正解だ。え、自分でびっくりしちゃった。正解だけど開かない。まだあんの？おい、どんだけあんだよ。他にもないか？同じ看板。お、これも違うってことじゃ。これも色が違うってことだよね、きっとね。正解だ。開いた？これ開いたんじゃない？期待大。
まだ、まだあるか。これも？これもかじゃ。これも逆か？色が逆。合ってる。合ってる。なんかカチャって言わなかった今。あ、いた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 。オッケーオッケーオッケー。全正解。おっしゃ、気持ちいい。まだ2時だけど。9時まで行かなきゃいけないんだけどね。気持ちいい。とりあえず気持ちいい。ほんとだ。はいはいはい。これが正しい状態か。結構細かい異変出してくるやんけ。困るやんけ。気づかないやん。気づかないやんす。異変なし。うん、めちゃめちゃいい。めちゃめちゃ異変。クソデカ消火栓が突っ込んできました。なんか真理の扉みたいだね。持っていかれた！あしゃ。あ、開いた。簡単？なん、急に簡単？めちゃめちゃイージー。こう、主張が強いと助かるね。な、なー。よし、行こう。サクサクと。サクサクと行かないと。どんどん動画の尺が。つい無駄に喋っちゃうんだよね。どうでもいいところすごい無駄に喋っちゃうの。許してほしい。異変だし。クリア。うん、すごい異変。バルーンフェスティバルってこれ？すっごい。ピタって止まってんな。この技術すごくない？これ、一個一個かこれもしかして。ん？いや、さすがに群れでいける？はい。ぷゆーん、ぴゅーん、あ、かわいい、かわいい、おー、すごい、芸が細かい。あ、消えた。はい。はい。はい、ピース、はい、ピース、はい、ピースじゃねえ。はい、チーズ。はい。はい。はい、すごい量。これで、オッケーか？なんかちょっとかわいそうな気もするけど。お前は、あの仲間じゃないんだな。お前はまた、お前はお前で、ここに放置されてる風船なんだね。余計にかわいそうになってきた。で、開いたのかい？開いたんですか？開いたー！開いたー！あ、いいぞ！ 4 時まで来た！オッケー。結構簡単なのが続く。なんか、角度、あ、地味だけどなんか、動いてるー。動いてます。変な動き方。はい。で、開いたかな？開いた。地味、お前。一番地味かも、今までで。ごめんな。こんな、面と向かって言うことじゃないかもしれないけど、地味だな。ちょっと動きますって。これ、一回見つけた異変は出てくるのかな？どうなんだろう。まあ、一応気にしておくか。異常なし。そろそろお前もなんかあれ。うん。オッケー、困った。困った。異変がないように見えるぞ。これこんなにたわんでた？こう、もうちょピーンってしなかった？気のせいかな？気のせいだね。そんなのないよね。でもさすがに、確率の問題で、そろそろ何もないが、来てもおかしくはない。うん。行こう。ふっ！おお！おお！おお、何もなかった！何もなかったよ！ 6 時だ！よし！おやつの時間よ。3時と6時におやつを食べましょうね。そして、太りましょうね。おい。あらあら、もうおかしいですわよ。モニターが何か変なものを映してますわよ。世界0026112395に問題が発生したため、世界を再起動する必要があります。え、怖っ。え、な、すげえ怖いこと書いてある。エラー情報を収集。なんかしかも、パーセンテージ進んでない？やばい、これ待ってたら、シャットダウンされる、この世界が。怖い怖い。はい。開いた？これで。開いたかな？開いたね。あれ？あれあれ？ 7 時まで来てしまいました。これはいけちゃうかもね。とりあえず一旦サクッとクリアして、異変を、ちょっと、探しに行きますかの回に、突入するか？俺は嬉しいよ、なんか。いよいよ動いてくれて。ね。はい。オッケー。で、ん、カチャって言った。カチャーンって開いたかもしれない、これ。開いちゃったかも。開いちゃった。開いちゃった。なんかちょ、もう動画映えする異変欲しい。ごめん、わがまま言って。派手なの欲しい。さあ。で、9時になって非常口開けたら、クリアか。オッケー。じゃあもうリーチじゃん。異変は。起きていてください。お、異変が一個でもあれば異変を探すムーブに入れるんです。お願いします。うわ、なさそう。この、リーチの状態であるかないかの選択迫られるの、
きつい。乗ってないんかい。乗ってろ、もう。なさそう。なさそうなのやめてよ、ほんと。いや、なさそう。でもこれだって開けて、異変一個でも見逃してたらもう一からじゃん。いや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 。いや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 、ないか、ほんとにないか。これは勇気を試されてるのか。開けれるか、異変がないという選択肢を取れるか、最後にっていう。そういう、試されてる、試されてるかもな、これ、勇気を。ここじゃない、パシャって取っちゃって、はい、ゲームオーバー。ビビりだねー、みたいな、そういうことでしょ、これ。なあ。今度こそそうだよな、きっとな、トマチュン。なあ。ほんと、ほんとか、ほんとか、ほんとか。いや、めちゃめちゃビビっててくさ。ほんとか、ほんとか、ほんとにないか、ほんとにないか。ないですよね。ない。俺は、俺を信じるぜ。異変はなし。ん、ほっほっ、9時だ。あれでも9時に、あ、今からラスト。いや、恥ずかしい。そっか、ここで開けたらか。オッケー、恥ずかしい。すごい、一人でこれでラストとか言って、全然今からです。はい、異変なし。トマチューン、おお、異変あり。トマチューン、トマチューン立ち上がってる。ちょっと元気出たか。でもなんで俺ガン見。嬉しいよ俺。お前、お前が元気になってくれて嬉しいし、最後の最後に異変があるっていうのがもうこんなスッと分かったのが嬉しい。襲ってこないよなお前な。お、すげえ、館内放送変わってる。まもなく閉店のお時間になります。だってこれちょっと待てよ、写真撮ったら襲ってくるパターンも考えとかないと。ちゃんと逃げないとさ、それはそれでゲームオーバーになりそう。撮るよ、行くよ。トーマチュン、あれ撮れない、寄らないと。あれ、え、撮れないんだけど。なんでなんで、絶対異変じゃん。え、これ今ウイニングラン状態ってこと。もうこれお見送りしてる。クリアおめでとうって、それ本当か、本当か。なんか怪しい、信じられない俺、人を信じられない。ええ、本当これ開いてる。ねえ、これまた試されてる。ん、でも撮影自体ができない。あっ、ていうことはウイニングランだ。ありがとう、おともちゅん、お世話になりました。ね、お前も元気出せよ。なんかお前体おかしくない、なんか姿勢悪いのか。なんか人間に本来あるべき背中のカーブがないんだけど、気のせいか。なんかどっちが前でどっちが後ろかわかんない。こうすると、こう手と足をこうスッてするとね、なんかおもろいな。こっちが前みたい。ごめんなさいね、ジロジロとね。では行きます。ゆえ、本当だろうなとか言ってとかないよね。開けるよ、だって取れないんだもん。取れないからないよ。開けます。ほう、クリアだ。ワンパクルーム、なんか怖っ。え、怖っ、子供用のってこと。え、もっとない、なんかボールのプールとか。怖くね、なんか。え、怖い、妙に怖い。8分の1スケール操り人形。あ、2000夢のキューちゃんだ。これちょっと欲しい。なんかガチャガチャも怖えのしか売ってねえな。で、何の広告もない、勝手に動く木製のトーマス。等間隔に神社の入り口かのように置かれたバルーンアート。あ、ここから逃げんの？逃げるってか、俺は何に捕まってんの？まあ、行きますか。さす、取れないしね、これね。行きます、じゃあ。無事、逃げます。はい、覗く。これ、押されそう、後ろから背中トンって。あ、トン！本当に押された。なんか今、後ろからかけてきた音したよね。絶対トマチュンだろう。うわー。頭から言ってんの？これ、危な。うわー。ノーシグナル。何これ、公園？あ、変なのが出てきた。カメラだけが、すっ。俺は？終わり方怖っ。終わり方怖っ。発見映像っていう実績解除した。え？これな、ビデオカメラだけが、今脱出したからでしょ？今この俺がプレイしてたこの今までは全部、この回収されたビデオカメラに記録されてた映像ですっていうことよね。怖っ。何この微妙に怖い終わり方。え？怖っ。ということで、フォルスモールでした。いかがだったでしょうか？いやーでもおもろいね。てか何よりショッピングモールの再現度高すぎ。うん、高すぎ。これもっと
異変ありそうだよね。これ全然見つけてないんじゃない？トマチュン関係ももっといっぱいありそう。いやー、やっぱおもろい。天界ゲームさんの8番出口ライク、出来めっちゃいいな。ねえ、初夢、初夢じゃねえや。なんだ初夢。一富士二鷹三なすび。偽夢もね、面白かったですけど。74分の12。全然見つけられてない。うん。もう一回やりましょう。あ、すごい。必ず異変っていうモード出た。いや、こういうところの作りもいいよね。プレイヤーにとってありがたいわ。やっぱさすがです。天界ゲームズさん。もう異変じゃない？あ、違った。74分の12だよってね。必ず異変だからね。気が楽だ。ん？ん？出待ちしてたけど、中に何かとかじゃなくてディスプレイがおかしい。ちょっとホラーね。フラッシュ暗算みたいになってる。あんまおにもみまみなくなるの、おに、全然見ない。これスローで見たら文章になってたりする？ここから逃げろみたいな。ちょっとわかんないけど、撮ります。で、開いたかな？開いてない。ということはまだあると。この中にも何かあるとか。あ、ここも撮らなきゃか？こうやって。で、こっちも撮って、で、ここも、こういうこと？これで、ちゃんと全部取りました判定になるのかな？なったー。そういうことか。オッケーオッケーオッケー。まあすごいね。ちゃんとリアルタイムに更新されていくんだ。で、今回のゲームで撮影しましたよと。細かいなー。いや、こういうのほんとありがたいからね。こういうちゃんとゲームの敵がね、いいのが素晴らしい。何様やねんってね。おっと！いないな。清掃中くんが。こっちも？いないな。逃げ出してるな。これ非常口のやつと同じで襲ってくんじゃないの？後ろから。取って、取って、開いたね。キーって言った。これ来ない？来そうだよな。逃げ出した、ベロベロ。逃げ出したやつがどっかにいるもんね。おっ！いた！こんにちは。どうも。あ、どうもどうも。お見送りですか？これ、襲ってきそうじゃない？駆け抜けるよ、俺は。ふっ！おっ！あ、あ、めちゃめちゃお辞儀してくれた。ごめん、怖がって。こっち、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そんな、もう大丈夫ですよ、そんな。ご丁寧にどうも。ありがとうございます。いなくなった？あ、ダメだ。離れるとやめるけど、近づくとまた、うんってお辞儀する。ごめんね、これ、怒られるんだろうな、上司に。絶対あれよ、お客さん行くときは。頭下げろ。何言ってんの、お前って。教育されてんだ。いいよ、そんな。いい、楽にして。ごめんね、俺がいると、できないね、楽に。行きます。お、え？何？何？床が、そこなんかバグみたいな、なんかバグみたいな点滅してるけど。ああ。はい。開いた。開いたけどいけんのこれ。ふっ、うわ。あ、すごい。マジでゲームの、マジのバグみたいな異変。でかくない？非常口こちらです。でかくない？これ高身長の人間に恨みがあるやつが作ったな。頭打っちゃえばいいんだ。背高いやつなんて。って。ああ。すごい。170センチでもう多分無理だもんな。まあ俺はいけるんだけどね。うん。164だから。うん。これ、作ろうぜ。本当に。いいアイデアだ。てか全部でか。でか。清掃中、足元注意、でか。これ間違って入ることないね。これもでっか。高そう、原価が。てか、全部でかいんだ。これより先、ペットとか。これもか？あ、これもだ！でっか！優しいね、でもね。絶対に見落とさないもんね。うん。いや、こんぐらいでかくていいんじゃない？マジで。頭打つって、これ。いや、いいよ、いいよ。非常口とかだって、見つけられなかったらね。意味ないんだから、もう、フードコートもでっか。すごいよ、もう。これ全部取らなきゃか？これじゃあ。1、2、え、これもだね。えい、3、大変。4、行こう。6、お前も手伝えよ。トマチュン。はい、何個目？いいや、もう数えるの。はい。これで開いたね。オッケー。意外に気づかなかったな。こんなにでかいのに。不思議。意外にね、わかんないもんなのよ。何にもないかも、とか一瞬思ったもん。あー、なんかちっちゃいと随分スッキリして感じるね。うん。なんか動いてる。消火栓っていう文字が動いてる。顕微鏡で微生物見てるみたい。生きてる。この消火栓生きてる。はい。チーズ。これ1文字ずつとかないよね。カサ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 って言ってる。やだ、虫みたいな音してる。あ、え、なんか、
起きてる。トマチン起きてる。おお、おお、すごい追ってくるよ。感じ悪い感じ悪い。ガン見しすぎガン見しすぎ。着ぐるみなんだからさ、うまくこうできない。そう、顔が動かないように。いや、まあ、着ぐるみっていうか、中の人なんていないんだけどね。取りますよ。あ、よいしょ。え、取るの？取っちゃダメ！取っ、中の人なんていない。いや、でもそれはそれで怖いというか、なんか、その、中に人がいてくれた方が安心というか、いや、なんか、それ、難しい。それはでも人間のエゴか。この方が夢があるもんな。え？難しいな。ちょっとノーコメントで。じゃあ、失礼しまーす。逃げよ。次の謎が見つけられずにかれこれ15分が経過しました。あるはずの異変がないなんて、底辺だ、底辺だ。さらに5分が経過しました。どうぞ。一回、さすがに、ギブです。は？ギブですわ？ちょっともうわからない。ないんだもん。エスカレーターにあったの？なくな、な、え？撮影禁止。あ、行ったり来たりしてる。うーわ、気づかなかった。そういうことか。確かに、行き来してないわ。行き来してないっていうか、なんか、てっててれってててててててってなってる、エレベーターが。エスカレーターか。はぁ、俺、これ20分見つけられなかったんだ。へこむ。てか、これ、今更だけど、撮影こそできないけど、確認しに行けるんだね。これ、いいな。これ、いいな。これ、いいな、だけど、へこむな。なんか、いい感じになってんだけど。トイレの男マークと女マークの二人が、なんか結ばれちゃった。何してんのお前、まだ営業時間なら働けちゃんと、イチャイチャすんな、仕事中に。それぞれのマークとして、それぞれの役割を果たせよ。まあ、でも、お幸せに。おい、あ、離れた。写真撮ったら離れた。あ、すごい。視線感じたら戻ったわ。一応プロだった。一応プロとしての意識があったらしい。あ、いけないわ、男さん。ほら、お客様が見てる。あ、ほんとだ、女ちゃん。すって。遅いけどね。まあ、でもお幸せに。これより先、ペットをのペットがいない。ここまで標識のやつが逃げ出したパターンだ。ってことで俺、どっかにいるよな、犬かな。どこだ？あ、あ、なんか、ワンワン。ワンワンって言ってる。どこ？あ、かわいい。何逃げ出しちゃったの？まあ、ずっとあそこにいたんだもんな。たまにはな、ちょっと遊びに行きたくもなるよ。気持ちわかるよ。この子も取った方がいいよね。オッケー。あ、懐いちゃった。かわいいけど。かわいいけど。これより先ダメだから、その、お前だけ特別扱いってわけにもいかない。ルールだから。ダメだよ。いやいや、来ちゃだ。ダメだって、ルールなんだから。でも、お前がルールそのものみたいなところあるからいいのか。いや、行く、一緒に、いいよ。え、かわいい。いや、かわいい。ずっとついて、かわいい。やばい、かわいい。おい、このゲーム、楽しいだけじゃなくて癒しもくれる。え、ここまで？あー、帰っちゃった。仕事しに。あいつもまたプロであった。かわいかったな。あー、癒された。なんかすごい癒された。はい、74分の20。まだ54あるの？すごいね。さすがに動画分けなきゃ。ちゃんと働けて偉いぞ。また遊ぼうな。あ、いない！いない！トマチュンがいない！あれ？トマチュン？こん中か？違う、え？トマチュン、あ、でもいないっていうことが取れない。ってことはね、どっかにいんのよ。上だろ？これ絶対上だろ。上に、絶対そうだよな。めっちゃ見てんじゃん、ほんで。じーって怖っ。顔の影が怖いよ。サムネに使えそうだな。ああ。ちょっと、いいですか？一枚。はい。はい、OK です。じゃ、ゲーム的にも、じゃあ一枚いきまーす。はい。やっほーって。よかった、よかった。元気になってね。元気かな？なんか、から元気にも見えるけどね。ほな、行きますね。ドアノブなくない？ドアノブないわ。え、異変またないような気するけど、どこなんだろうと思いながらここまで来たけど、ドアノブないわ。最後にお手。最後の最後にあった。異変が。でも優しい。失敗することがないね、これね。開けれないんだもん。はい。
開いた。あ、なんか優しい。これ、これすごい優しくない？ん？ん？ん？待て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 。何食わぬ顔で動いてるけど、またおかしくない？これ、エスカレーター。両方上だもん。こ、怖い怖いこれ。戻ってこれないこれ。両方上りは怖いな。異変、どっちが異変これ。でも数字がこっち向いてるから、これ降りてくる人向けの数字の向きじゃん？こっちが異変だな。オッケー。いや、今、それに気づいたの偉くない？両方、パシャパシャ。うわぁ、こっちはそうか、普通か、っていう二重の引っ掛けでしょ、これ。いやぁ、これ。これ。これ IQ120億。IQ120 億です。目が怖い。僕と友達になってよ。これホラートマチュンだね。で、これに連動してトマチュンもそうなってるみたいな、そういうことはないか、ないか。かわいいね。やっぱこう見るとかわいいね、トマチュンね。すごい、すごい椅子。座りづらいでしょうに。これほんと椅子か？座るところじゃない高さしてる。トマチュン、これ。これ多分座るようじゃないな、もはや。これテーブルだ。これテーブルに座ってるよ、これ。うん。これ昔待ち合わせでさ、なんかおしゃれなビルの中みたいなところで待ち合わせしててさ、ちょっと偉い方とね、すごい緊張して座ってたら、遠くからその人が現れた時にめっちゃ笑われてさ、え、なんで笑われてんだろうと思ったら、一平くんそれ、座ってるのテーブルって言われて。はっ！って、すげえ恥ずかしい思いした。というエピソードトークを一つ。はい。上がる。まだ上がる。ここから。すごい。大丈夫？止まる？これ、トマチュン頭！トマチュン！トマチュン危ないかもそれ。どうなの？どういう結末を迎えるのこれ。え？おー。メリコンって消えちゃった。なんで？すごいや。あ、刺さっちゃった。そこで止まるんだ。トマトの部分見えてないともうなんかただのカッパなんだよな。あ、来たー。トイレない、トイレないリベンジ。こっちね。オッケー。で、ここね。オッケー。あったわ、トイレ。すごい隠しトイレ。綺麗に埋めるね。その、ないもんね、隙間が。もう、まるで壁みたいな。すごい機能ですよ、これ。うちに欲しいな。絶対いらないけど。ちょっと友達来た時にね。ここ、壁に見えるでしょ？ちょ。じゃ、ここのボタン押してみ。すごいでしょーって、一回だけ自慢できる。すごい、まるで壁だーって。そのためにいくらかかんだよ、あれ。絶対いらねえわ。あ、なんか落ちてない？遠くに。なんかあるよな。ズーム。あ？靴？いや、怖すぎるだろう。靴が、歩いてる。靴の一人歩きだ。文字通り。文字通り一人歩きだ。あ、なんか書いてある。ずっとここにいて。はい、怖ーい。はい、怖いやつ来た。取ったら何か起きたり。しないか。しないかと見せかけて、ないか。ああ、怖い。なんかこのショッピングモール怖いんだよな。待て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 、よく見たらものすごい長くない？これ長すぎるよな、これな。椅子のバリエーションすごいね。伸びたり、まあ、伸びたり。パシャ。そうだよね、これだよね。すごい。いろんな方向に伸びるんだな、あの椅子は。おいで、くじと。立ち上がって。お見送りどうも。なんか乗ってる。ちょっと変わってる。トマチュン乗ってる。トマチュン。ということで、まあ、2回目もクリアしました。ありがとうございました。はい。で、74分の29。全然あるね。で、一応全部異変見てこうかな。エンディングあるかどうかも気になるし。でも、ちょっと動画長くなりそうなので、分けます。次の動画で異変全回収していきたいと思いますので、よろしければ次の動画も見ていただけると嬉しいです。ということで、一旦終わります。フォルスモールでした。めちゃめちゃ面白かったね。ぜひぜひ、続きも見てください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。